いた、鹿。支給品の誰か支給品取ってくるといいんじゃないみたいな。これはまさか卑怯か。何、卑怯スタートだと。卑怯な、卑怯だけにおっさんくせえなおい。塊か塊魂。もう最強になっちゃうよこれ。来た来た。おお、粘液ベッドベトベトベターだぜ。あれそうなんですね。いきなり頭は諦めて普通にこかすか。よっ、怒った。最強になった。やっぱり高級。高級やっぱいる。ルビタを守る。ルビタ出たね。出るんだね。あ、どうせ G 級になるともっといいのすぐ手に入るからあんまり気にしなくていいよ。ああ。ルビタでも十分使えるけど。やばいやばいやばい。もうハーフった。だいぶか。痛い。やっぱそれなりに食らうな。結構食らうよな。3つ目出た。採掘祭り中じゃねえか。俺らがブラキと戦ってる間に。ブラキって自分の爆発ダメージになってんのかな。とりあえずそろそろ来よるかな。多分そろそろ来よる気がするから1回目の落とし穴はめるか。爆発してるじゃねえかよ。芸術かよ。ちょっとやばかった。回復しよう。回復したら戻るからちょっと適当にやってて。やべえ、体力が半分になった。今行く今行く。錆びた塊めっちゃ出んな。もう明らかに2人が戦いの戦いとは関係のない会話だ。よし、落とし穴ここだここだ。来るがよい。あった。あれないな。うまくはまった状態でピオラしてやる。よし、早く来い。今のうちに僕で取ったらいっぱい。早く来い。飛びすぎだろ。よし、デコ壊す。デコ盛り真っさつ。よし、俺デコ壊しとくから手壊しといて。間違えた。前転して場所ずれちゃった。また怒った。よし、デコ壊れた。やばいやばい。おもろくなってる。もうすぐ爆発する。よし、あ、こけなかった。爆発したのに仕方ないから堂々と目の前でアイテムを拾っておこう。また竜の涙か。いらねえな。やってもうた。卑怯って意味あった。なんかあれこがね普通に出るけど。卑怯はあれだよ、古びただよ。古びたも普通に出るけど。うん、出るけどそれが出やすいってだけ。極縁石ってのはレアじゃないよ。ややレア。ややややレア。上位ではややレア。ああ、じゃあそれが結構出た感じかな。どうせ G 級あるから上位のアイテムはあんまり意味ないから。結局戦わないまま終わんじゃねえこのペースだと。見たよ、初めて見たよ姿を。よし、手も1個壊せた。痛い。感染するかな。いいよ邪魔だから。でもまあ1回か2回死ぬまでは来てくれていいよ。うん、2回死んだらもう帰ってこれはかわせないから。おお、こうなんのもちろん生き延びたよ、ちょっとだけ。死ぬ一歩手前じゃないか。爆弾マークは何なの？全点連続で消せる。あ、燃えてんのね。いや、時間来ると爆発すんの。全点3回ぐらいで消える。もうじゃどれぐらい食らったのさっき？今9割以上みたいな。まあ初期のアロイだしな。あ、尻尾切れてる。こっち向け。バテと。おう。あとこの右手だけか。ちょっと離れて。任した。ほら頑張れお前ら。尻尾削ったら帰って。危ないから。俺も尻尾削っとこう。おいおい、黒曜光ってなんだよ、尻尾だろ。俺自分じゃ尻尾取れねえんだから。捕獲すら取れるけど。やばい、アイテムがいっぱいだ。死ぬ。画面が飛ばされた。すごいバケてる。ここだ。よし、そうだ、あれをこう。やばいやばいやばい。よし、右手は任せろ。一発切ったぜ。よし、終わった。なんだ、誰か爆弾置いてるぞ。ほら、効いたんじゃね今。意外に効いたねえ。なんか地面光ってる。なんだこれ。竜の大粒涙だ。これ通常移動かバテてる移動かちょっとわかんねえ。捕獲しちゃう？通常移動だったな。通常移動だったよな、さっきの。俺もピッケルで叩こう。光るお守りとかいらねえ。光りすぎだ。どんだけ光ってんだ、ここ。これちょっと怒っとる。ドラぐらい。まひったら教えてね。頭叩きに行くから。もう、さっきまひっとったじゃん。なんだと。なんで一人で死にそうになってんじゃねえか。みんな近接系って戦いづらくないのか。これ頭キャップやのに。よっと爆発する。お、攻撃で回復がもらった。痛い。燃えた。燃えたろ。あ、誰か飛んだ。誰だろうな。おいおい、爆発してる。怒ってるな。ちょっとあと倒すだけだな。うまい人たち、うまい人たちの集まりって言われてるぜ。アロイ装備初期で食らうと9割食らう人いるけど。あ、やめてこれ。さすがにかわせねえ。感染の達人だから。感染の達人だよ。もうダメですけど。お、もう終わるかなこれ。誰かぶっ壊し直させ。ほんとまひった途端に強気になるな。よし、終わった。ノーダメ余裕ですよ。ノーダメだろ、戦ってねえだろ。ゲットゲット。あれ、頭蓋アイテム持てない。なんかいらないのあったかな。第一の決勝もういらねえよ。シャロー守りもいらん。ろくなの出ないからな。謎の粘液。これも結構ポンポン出たような気がするんだよ。結構使うで。うんだよな。爆破系の装備使うとき大抵いるもんな。5分針だな。お。ほぼ2人で戦ったけど5分針だ。今7分かな。クーラーボックス、クーラーが切れたから。俺殴ったぜ。殴ってたけど確かに地味に殴ってたぜ。ほんと地味にしか殴ってなかったじゃねえか。良い最終でした。錆びた塊がお金になって。アイテムアイテム国用5件。合計。